皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はこの小学校6年生の算数比で分ける文章問題についてお話しします。 75cm のリボンを姉と妹で分けます。姉と妹のリボンの長さの比は3対2です。2人のリボンの長さはそれぞれ何センチメートルでしょうかと、この問題の場合線分図を使って考えるとどうやって解いたらいいかが分かりやすくなります。では実際にここで線分図を書いてみますね。全体の長さ75センチなのでこう書いて、全体ここからここまでが75センチメートル。こうなります。この75センチメートルを姉と妹で3対2に分けます。姉が3、ここが姉ですね。3。で、妹がこの2の部分です。これを元にすると、3対2を元にすると、全体は5ということになりますよね。3と2を足した5、これが全体ですね。で、このことから全体対姉の長さの比を使ってこんな、式が作れます。5全体対3姉は全体は75なので、75対姉、これを X にします。この比の X を求めるとき、こんな風にやりましたよね。この前の部分ですね、5と75、ね、5にいくつをかけたら75になるかなって調べました。これは75÷5を計算すればいいんですね。そうすると15なのに5に15をかけて75になったということが分かりました。ですから姉の比の3のところにも15をかける、そうすると X になるということです。ですから姉の長さは 3×15、 これを計算すると出てきますね、45と。姉のリボンの長さは 45cm です。妹は全体から姉の長さ、これを引けばいいので 75-45-30 ですから、この答え、姉が 45cm と、妹が30cm と計算で求めることができました。こちらは比で求めました。それからもう一つ考え方があります。この時3対2に姉と妹を分けたので全体が5になったと。で、全体を5にした時の姉の分は3なので、全体の5分の3が姉のリボンの長さだということが分かりますから、この75センチに、全体の5分の3が姉なので5分の3をかけるという分数の掛け算の式、この式でも長さが求められるんですよね。これを計算すると5と10、75を約分して、ここが15になって 15×3 で45、もちろんここと同じ長さになりますよね。だから姉が45センチ、当然妹は残りで 75-45 で30、または式で 75×5分の2、これをやっても構いませんよ、ね、15×2 で30と、それで姉が45センチと、妹のリボンが30センチと、こんな風に計算で求めることもできます。どちらを使っても構いませんので、自分が解きやすい方で解いてみてください。
今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。